こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリ。ラクラク、メルカリ専用ボックス、プールの登場、宅配便持ち込みの送り方の方法とは、というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい、みんなでお知らせがありましたので、ぜひね、連絡させていただきます。宅配便プールステーションで、あのメルカリ便がね、利用ができるようになりました。 で、あの商品の発送と受け取りの両方がね、できるようになりましたので、えー、連絡させていただきます。えー、宅配便ロッカープードゥーステーションは全国3200箇所にありますので、まあ、ぜひね、検索していただければね、まあ、どの県でもあるかと思います。なので、あのこれですね、まああのまあ、駅とかに、駅とかね、あの黒猫マトに多いみたいなんですけど、ぜひね、あの、まあ 検索していただければありますので、ぜひね、これをうまく利用して、あの発送、ね、していただければね、いいかと思います。はい。では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、10万円稼げるね、マルヒマニアプレゼントをします。登録した際にですね、どなたかわからないので、ニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。あとですね、YouTube の方はですね、からコメントしていただければですね、えー、こちらの方ですね、質問のお答えを一切していませんので、ぜひ注意して、 ください、はい、で本日は最後に見ていただきありがとうございます番組登録お待ちしますよろしくお願いしますありがとうございました